最強ウマドル王ちゃんの後継者を決めなくちゃね。尊老でいいことは種付けの時しかないんだから、あと5年我慢してから立てろ。またアプニャンチの Wi-Fi でスレ立てしたんか。今王ちゃんの後継者できるの誰よ。アップが逃げたらー、王しかなーい。さあ、現王者か、現王者か、青い帽子2頭のウイクラベに変わる直前。どこまで行けば後継者って認めてもらえるだろうか。王ちゃんの相方怖いんだが。これが子持ちのおっさんがやることかよ。まず東京ハイジャンプですね。マイネルブロン完全復活なるか。ここ勝ったら文句なしで現役馬最強名乗れる。ブロンはごとしと決着つけてもらわないと。懸念で休養していたブロンがもうすぐで帰ってくるから。ブロン予定では来月上旬に入厩らしいから、もしかしたら大障害出てくるかもね。なあに大したことない、100年に一度の天才と呼ばれて障害競争を盛り上げる存在になって G1 勝ちまくって絶対王者と呼ばれたらいいんだよ。余裕できるか。グロン知らないよ。デイジーさんやんなよ。お前安城にポスト中素養あるって言われてたじゃねえか。東京ハイジャンプのタイミングに帰ってきてるかまだわからんね。のちの有馬ルート形成のために福島の長いとこを叩きに使うかもしれん。カラジパイセンは旅だったけど、王ちゃんはアプニャンの家から見守っててね。グーちゃんの気球は10月上旬なんで東京ハイジャンプはほぼ間に合わないですね。大障害鉄砲もありえるかもな。負担考えて平地使おうにも除外食らうかもしれない立場だし。そういやグロンって平地に勝利だったか。全体はしてたんだけどね。あと一つが足りなくて障害に来たから結果なんかすごいやつなったけど。改めてデイジーの平地芝の2歳重賞ってすごいんやな。お重に対して子持ちのおっさんってなかなかパワーワードで草ただの事実ではあるんだが。中山グランドジャンプ明けに故障判明、怪我明け初戦の東京ハイジャンプ1頭のみ62キロのトップ班で不利な外枠ババオモの中を逃げで3秒差をつけられる。ここから2着に大差をつけて優勝、これぐらい派手に勝てば後継者だろう。頑張れマイネルグロン。入厩予定時期的にハイジャンプ間に合わないんだって。グロピはマイネプリテンダー品系の体質の弱さ、屈懸炎家系なのを考えると毎年大障害とグランドジャンプに失踪して無事に帰ってきてくれるだけ嬉しい。中山グランドジャンプ屈懸炎、中山大障害阪神スプリングジャンプ、中山グランドジャンプ屈懸炎、中山大障害のローテで因縁と回る可能性も。マイネプリテンダーの足元として5系の回復力を併せ持っているため。弱まさに大障害時代、マジで大障害が読めないわ。グロンが環境なら勝てるとは思うけど、西野デイジー、ジューンベロシテ、エコロジュエル、村鷲とかの G1 上位組、ロスコフ、サベラビとかの上がり重賞馬、オールザワールド、スマイルスルーみたいなオープン圧勝組、個人的にはロスコフが冬まで突き抜ける気がするけど。グランドジャンプの借りを返したいので、ごっちは早く屈懸炎直して、グロンとデイジーと来年も大怪獣対戦してハート。屈懸炎による休養を9ヶ月未満で切り上げて復帰する場合は9ヶ月に足りない分の日数で見舞い金を日割りして JRA に返納しないといけないらしいので、勝てないまでも掲示板には絶対入るくらいの気持ちは間違いなくある。グロンさんなんでそんな息急いでんの。牧場で人間を叩き落として遊んでたから追い出されたんか。そんなに元気ならか、牧場、でゴロゴロしてないで働いてきなさい。ってビッグレッドファーム叩き出されるグロンさん想像して草。ファミキも牧場一の元気さで夏休みないなったしな。ここのおじとおいっこ、なんか面白いな。ぐーちゃん、ええー、な青木先生、お家追い出されちゃったよー。石神、やー、になるのか。中山大障害勝ってグロンに2年連続最優秀障害馬になってほしい。グロン、僕まだお休み中なんで、じゃ。入厩機会らしいじゃねえか。とりあえず1勝クラス安城石神で走ってもらうぞ。はよ帰ってこい色ごとし。ぐーちゃん覚醒してからダートも坂も小回りも府中も克服しちゃったから1勝クラスに乱入すると普通に蹂躙してもおかしくないんよね。叩きだからぶっちゃけ勝たなくていい。ごっちも中山グランドジャンプ前の平地は回ってきただけだった。よく考えたら屈懸炎やって約半年で帰ってくる方がおかしいと思う。ゴルシから回復力を誰よりも受け継いでいるかもしれない。右前足の低球炎で春展開危険等からのなんか治ったから行くわ。怪我はするが人間の想定より早く治るのがゴルシの特徴なのか。ソフステイゴールドもなんか G1 の前日に足腫れた、寝たら治ったしてるし。名称たばる、そうかな、そうかも。君も大概だと思うんだけどな。回避した後に出たレースの戦績見ながら、あと、菊花賞出るんだってね。とてもすごいことだし、悔いが残らないように頑張ってきてね。応援してるよ。
石神を背中に乗せてて勝てなかったら俺とネオネオでしばきに行くからな、グーちゃん。ネオス、グロン、ごめんな。人参に釣られたおじさんを許しておくれ。その前に石神 J が負けたら俺のせいとか言いそうなんですが。ちょっと俺が期間限定で復帰して勝てば慰めになるだろ多分。仮にも父の初年度3区をネオネオ呼ばわりするの無法では。え、中山グランドジャンプ勝ったのにその年の最優秀障害馬取れなかったネオスさんが悪い？それは、その年の対抗相手が中山大障害前にすでに障害重傷2勝してたマジェスティバイオだったから。お重も割と骨折してるけどその度になんか治ったから出るわーだったからな。競争能力にどの程度影響あるかわからんけど無事に完走してくれたら嬉しいね。元気に走ってくれたら結果は石神さんがもぎ取りに行くさ。しても一族クオリティコは無関係顔するほっこめ。グロン知らないよ。石神さんがデイジーさんの心を売ろうとしてたなんて知らないよ。デイジー残ったかーの意味が今更になってわかるのいいよね。怖い。小持ちのおっさんがアイドルやってるとか絵面が面白すぎる。王ちゃんが平地初勝利したのが7歳。グロンは今6歳なので今年大障害前か来年の JG1 前に平地で叩いて勝てば王ちゃんに並べるよ星。恐ろしいことに、負けたら安城、自分、のせい、はもう言ってるからな。ヒートオンビート、え？僕はここで走るんですか？ようこそ、青木厩舎へ。待ってたよ、大型新人くんハート。海外障害 G1 馬襲来に備えて日本の三大 G1 馬の力が必要になるからな。ゴジラのポスターの雑コラでそうだ。おーちゃんアイドル気取ってる割に割と素が出るの良くないと思うよ。なんかいい感じなさん、4歳バッているかな。なんてこった、誰かおーちゃんの横暴を止められる勇者はおらんのか。おーちゃんが現代のトップアイドルとか歌手なら、富士の王やグランドマーチスやバローネターフは松田聖子とかプリプリの領域にいるんやろな。ハローおーちゃんこんにちは障害やら変化？おーちゃんはみんなの人気者障害やら変化？アップバロンマイケル脱災も優しいおーちゃんと一緒なら、釣られてジャンプしちゃうのおー。おーちゃんは、脳が、焼きたての石神はいかが？もしているんだよな。中山大障害で10馬身圧勝なんてやっちゃったからもう逃がさないぞハート。無事に帰ってきて最強馬ドルとして障害界を支配しようねグーちゃんハート。県営明けの10月上旬入球で東京ハイジャンプは調整間に合わないだろと思う一方、7月下旬から9月いっぱいまで進化で乗り込んでゴハロン68秒とがっつり時計出してるから美穂に到着した人体調次第では10日競馬で殴り込む可能性もある。青木先生も仕上がりぶりと足の回復見て思わず笑っちゃうくらいだからね。京都の三段飛びは別種のスキル必要だから叩きには使わないと思う。あれ遠近距離を測れない馬には人間が思うより難しいらしい。飛び乗るより降りる時のが怖いとか。京都三段飛びに関しては比喩がすごく綺麗で障害騎手たちから先生と慕われてたルペールノエルが大の苦手にしてたなぁ。ちっちゃくてとっても可愛い障害界のメロディーレインことマイネルレオーネちゃん。当時オス11。モナカ山グランドジャンプ前に屈権園やったが馬はまだ若かったので約7ヶ月後の京都ジャンプステークスで復帰したりしてましたね。オス11でオス11で。おーちゃんは圧倒的な強さの一方でベロ出して可愛いアピールしたり寂しがり屋の面もある人懐っこいアイドルホースなんだぞ。母馬と一緒に人間を襲ってた？気象難？救務員に大怪我させた？悪質なデマですね。おーちゃんは強そうなエピソードたくさんあるけどグーちゃんはおまぬけエピソードが多すぎる。プールで溺れ顔面骨折、なお緑の組織公式によるプール調教解説で溺れる馬はほぼいないとのこと。グーちゃんさん、隣の放牧地のボバにモーションかけまくって数週間を押すと気づいておとなしくなる。放牧地で牧作破壊して破片装備して帰ってくる牛。溺れたというか正しくはプール調教中での転倒した時に目を強打したのが原因で右眼下骨折しちゃったんだよね。骨折箇所が箇所なので下手したら失明もあり得たのが怖いんだよな。グロンの低弾道高距離の比越と京都のバンケットの相性悪そうだしね。おーちゃんの出た京都ジャンプステークスは阪神開催だから参考にできないし。